とうございます。2009年が始まって、まあ、新しい1年がスタートしたわけなんですけども、今年の春、4月の8日にする曲があります。春ということで、受験とか入学、就職を迎えた新しい緊張の一歩を踏み出していく皆さんに送りたい曲が出来上がりました。今からそれを宇宙一発表したいと思います。ちょっといまいちなリアクションだったんで、もう一回行きたいなと思います。後ろの皆さんもね、ぼーっとしないでお願いしますね。イエイとか声出すと結構温まると思うのでね、お願いしますね。4月8日リリースする曲を今から発表します。この曲は、まあ、さっきも言ったように春 の、 その新しい子を生み出している皆さんに送りたい曲なんですけど、この神戸の街でいろんな人と出会ってきて、何か歌で返せないかなとずっと思っていました。頑張ってっていう言葉、私すごく好きなんですけど、でもそれは時になんかちょっと強すぎて残酷な言葉だったりするんですけど、なのでその頑張って以上に強い言葉ってないかなと思ってずっと探してました。そんな思いをメロディーに乗せて書きました。新曲聴いてください。大丈夫だよ。
6月に私はカンボジアに行ってきて、2校目に建てた学校の開校式に参加してきました。今世界の貧しい国に学校を建てる活動を始めていて、これまでに3校ファンの皆さんにも協力していただいて着工することができました。カンボジアの子どもたちは 99% の子たちが先生になりたいっていう夢を抱いていました。勉強はしたくてもできない、お腹いっぱい食べたくても食べられない、そんな子どもたちが世界にはたくさんいます。彼らは明日を生きることにだけ必死で、とにかく明日を何とか生きて、そして一日を生き延びられたことに感謝したいというそういう気持ちで生きています。私を含めたたくさんの日本人が忘れていることきっとあると思います。14年前この町で全てを飲み込んだ阪神・淡路大震災、絶対に忘れてはいけないと思っています。まだまだ大きな爪痕の残るこの町で、新しい希望の明かりを灯していけるように、今日の日を胸に一歩ずつまた生み出していかないといけないなと思ってます。私には計り知れないほどの痛みと苦しみを抱えたこの町に、だけど力強く歩んでいるこの町に、届けたい歌があります。どんな時も元気と明るさを忘れないで、希望を捨てずに生きて、そして当たり前にある大切なものをもう一度しっかりと考えてみてほしい、そんな思いを込めて出させてもらおうかなと思います。聞いてください。かけら。